お前が人間ごと冗談じゃなこいつまさかテディス。 可憐の者救う光、予言の切る、人間不全がなかなかやるじゃないか。戦争の神はこの上だ。 白のなんとかがどうしたって。そんなこと俺に関係あるの？あの、アントってもしかして。あんた、ほら、騎士になった。テオ。そう、それそれ。確かそんな名前だったよね。私はレオナ。ねえ。
ところで、なんで戻ってきたの？あんた、騎士でしょ？村のみんなが騎士。安心しろ。え、何？ずっと応援していましたよ。何があったんだ？騎士だったなら知ってるでしょ？村を守る日に日に凶暴化するモンスターからみんなで畑仕事。王国が治安騎士さえ呼び戻さなかったら。それは分かって。私は戦闘専門の騎士がいる。デルカルト大公国との戦争がな。こっちだってモンスター退治王国のか。俺も好きで2年も戦争に行ってたわけじゃない。だから帰ってきた。モンスターから村を守るために。でもね、あんたが騎士になった時、今村に戻ったら何をされる？モンスターがまた。言ったでしょ、いつ。ねえ、私と遊んでくれるの？Thank you.
ちしてました。嘘ばっか。いや、大丈夫だ。それにしてもあんた本当小さい村だからかもしれないけど、村を捨てた騎士が何の用じゃ。俺はもう騎士じゃありません。戻ってきちゃい。お主はこの村がこのようなありさまに村の周辺にいるモンスターを倒し騎士になった時、仕方なくなら聞こう。涼しいにもほど。長老ってば。そりゃ長老の言う通りだ。騎士になってちゃんと村を守って、みんなにこんな思いをさせなくて。ケオ、せめて村の周辺にいるモンスターは倒してきます。罪滅ぼしに。言われるくらいなら、騎士ならある程度お金だって稼いでるんでしょ。この村は親と一緒に暮らした幸せ。ここを見捨ててしまったら。だから、そっか、分かった。私も今まで村の自警団の、まあすでに手伝ってるようなもんだけどね。ありがとう。ちょっと今すごい違うよ。
ここはキャラクター。まずは一番。お見事。これで今日。